うん、お母様にはそういうお話を面と向かってしたこと、うん、しな,いしないです、でも 1>, 1個上の上級生の春野すみれさんという方にありがとうって言える間にちゃんと伝えなきゃダメだよっていうことを言っていただいてもうそ,の日その言葉をいただいたその日に母にありがとうって <laughs> 電話したんですけど <laughs>、はい、母は何のことか分かんないから何がって。 っっていう感じだったんですけどやっぱり思ってることってみんな分かってくれてるだろうってどこかで言うの恥ずかしいしと思っても言葉にするとまた相手の届き方が違いますよねだから夢にしてもそうだと思うんですよ、はい、言葉に出すことによってその言葉に責任を持って頑張ろうとするじゃないですかやっぱ言葉に出すことって大切なんだなって思います、うん 瀬名さんは月組のトップになられてから、はい、数々の舞台をされてきましたしまた、はい、トップという頂点に立つと、はい、組のことも考えていかなければいけないそ,、ねうん、その時にどういう言葉を口にしてどういう,こう行動で皆さんを引っ張ってかかれましたか、うん、私はでも言葉って大切なんだなって今言ったんですけど、はい、言葉でわからないこともあるじゃないですか言葉でみんなについてこいっていうのって。 とはやっぱり簡単にそうはいかないものなので私はとにかく実践舞台の上で輝くこと舞台の上でみんなを引っ張っていくことで何か伝えたいなって思いましたねそれはんなんかトップスターの人って常に見られてますよね,、うん、すね楽屋入りから当然ファンの皆様がねっ、うん、いってらっしゃいってお迎えしてくれて、ねはい、常に見られてるて、うん 今回夢っていいうのがね題材じゃないですか、えーはい、で私はその入った時点でトップスターになりたいっていう夢を持って頑張ってきたけれどもなんかトップスターになった時にあ私は反対に応援してくださる皆様とか家族から夢を反対にもらってたんだなってすごく感じたんですよねだからなんか自分の夢を叶えることって。 なんか感謝しなきゃいけないことなんだなとすごく感じましたね、なんかうん、周りの協力とか愛情とかがないとそうでこうや、トップスターになってライトを浴びてこう好きなことをやらせていただいて夢を叶えさせてもらってる、なんか夢をお届けしなきゃいけないんだけれども、すごく皆さんに夢を叶えさせてもらってるんだなってすごい感じました。うん なんかついつい忙しかったりやることがいっぱいあって<う> <laughs> 心の奥底で分かってるんだけれども <laughs>、うんうん、なかなかそれを実感することが家中にいると、ねうん、できないんじゃないかと思いますけどだけどその春野さんに言っていただいた言葉ってすごく大きかったので大切なんだな、うん、口に出すことはって伝えるというのは。はい 先ほど月組の竜正樹さんがメッセージを寄せてくださいました、はいはい、この漢方生命保険が次回の月組公演に共産を、はい、冠協賛をすることになったわけなんですが日本初上陸の対策ということで竜、はい、さんは瀬名さんがトップでいらした時の新人公演の主役などもなさって、はい、よくご存知の下級生だと思いますけどど、はいはい、うん どんな下級生ですかリュウマサキさんはあのすごく人の気持ちを察して行動することができる、はい、なんか私の周りを、まあ、新人公演で私の役をやるっていうことで、はい、すごく常にこうついて回ってたんですよね、あの公演中などだけど、私があのちょっと体調悪いかなとかちょっと疲れてるかなっていうときにはそっとしといてくれるし。 だし私がちょっとなんか落ちてるなっていう時はすごく盛り上げてなんかいろんな話をしたりとかしてくれるあのすごく人の気持ちをすごく汲み取ることができるでそしてあの正直すぎるほどに正直なのですごくかわいい。 私にとっては。うんね、今、もう立派に100周年の時も、はいでね、記念の公演を、ね、月組さんがなさって、はい、ま100周年ですから、はい、もう宝塚歌劇に関わった皆さんいろんなこう出会いがあったり、はい、100周年ということで心新たにされたこととか何かありますか 今年は100周年ということでたくさんイベントであったりとか取材とかお仕事をしていても100周年ですねって言われることがすごく多くってでも、心の中でいやいや宝塚は100周年だからすごいんじゃないっていう思いがすごくあって100年続こうが何年続こうが宝塚の魅力ってなんか変わらないんだぞっていう。 改めて宝塚の素晴らしさに触れられる機会をいただいた100周年でしたね、なので私もその100年の歴史の中に携われたことを少しでもそれはすごく誇りに思います今度、「1789バスティーユの恋人たち」という作品でもうフランスでは上演されて非常に評判が高くてそれを日本に初めて持ってきてそこに主演をしていく月組が挑んでいくということで、はい。はい なんかその再演する難しさもあるでしょうけれども初めての作品を紹介するのってやっぱりプレッシャーはありますよねどういうふうにお客様に受け入れていただけるかっていうのがすごくドキドキしますしやっぱり新作に取り,込む取り組むその労力は大変なものがあるのでただ、苦しめば苦しむほどその作品が誕生した時の喜びも大きいと思うので。 その時に月組がまたもう一つこう一致団結というか絆が深まると思うのでまたいい舞台になるんじゃないかなとはい期待してます、はい、小池秀一郎先生が大先生が大先生が殉職 <laughs> <生>、はい、という形ですので、はい、まあベースにあるものをいかに宝塚バージョンに。 変更して見せ場を持っていくかというのは、小池先生。やっぱりすごくはい。あの私なんかが言うのもおこがまし分かってらっしゃるというか、ツボつかれることが多いですから楽しみですね。楽しみですよね。是非お出かけはい、是非見たいと思ってます。は見てみたいと思いますが。